本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより密か日曜コースによる終了公演歌舞伎ダイジェスト、白波五人男、三人吉さ、夜叉を3本続けてお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。雪の下から山越しに、まずここまでは逃げ延びたが、行く先詰まる春の夜の鐘も七つかむつら川、夜明けぬうちに飛び石の須崎を離れ船に乗り、故郷を後に三浦から岬の沖を乗り回すが、丘と違って波の上、人目にかかる気遣いなし。しかしむつらの川端まで乗っ切る縄手が遠州なだ。油断のならぬ山風に、置いてかおっての早手に会えば、都会にあらぬ人腰のその鍵つかの折れるまで、腕目見せてくるちらし、かなわぬ時は命綱。怒りを切って五人とも細名の縄にかかろうかい。盗賊の張本、日本大門、それに従う4人の者、やることならぬ、動くな。さては5人がこのところへ来るを待ち伏せ、なしたるか。迷子を探す手に見せ、幾組となく手分けをなし、網を張って待っていたのだ。各露見の上は卑怯未練に逃げはせぬ、一人一人に名を名乗り、縄にかかって刑罰無限。けなげな一言して真っ先に進みにしろ。問われて名乗るもおこがましいが、生まれは遠州浜松在、十四の年から親に離れ、身のなりわいも白波の沖を越えたるる夜働き。盗みはすれど非道はせず、人に情けを掛け川から金屋をかけて宿塾で、義賊と噂高札に丸配布のたらい越し、危ねえその身の境界ももはや四十に、人間の定めはわずか50年、六十余州に隠れのねえ賊との狩猟、日本だもん。さてその次は江ノ島の岩本院の稚語上がり。普段着慣れし振袖から曲げも島田に由比ヶ浜、打ち込む波にしっぽりと女に化けた包もたせ、油断のならぬ小娘も小袋坂に身の破れ、悪い浮き名も辰の口、土の牢へも二度三度、だんだん超える鳥居数、八幡様の氏子にて鎌倉無宿と肩書きも、島に育ってその名さえ弁天小僧菊之助。さてその次に引き石は月の武蔵の江戸育ち、ガキの折から手癖が悪く、抜け参りからぐれ出して旅を稼ぎに西北を回って、守備も吉野山、まぶな仕事も大峰に足を止めたる奈良の京、豪地といって寺々や豪華へ入り込み盗んだる金神岳の罪とがは毛抜けの塔の二重見え、重なる悪事に高飛びなし、後を隠しし方眼のお名前がたりの忠信利平。またその次に連なるは
以前は武家の中御所、古州のために切り取りも、二武器刃の腰腰や、戸上ヶ原に身の錆を、研ぎ直しても抜きかねる、盗み心の深緑。柳の都八七号、花水橋の切り取りから、今牛若と名も高く、忍ぶ姿も人の目に、月影がやつ神輿ヶ岳、今日ぞ命の明け方に、消ゆる間近き星月よ。その名も赤星、十三郎。さて、どんじりに引き返しは、潮風荒き小ゆぎの、そなれの松の曲がりなり、人となったる浜育ち。神器の道も白川の、呼ぶねえ乗り込む船盗人。波にきらめく稲妻の、しやはに脅す人殺し。しょって立たれぬ罪とがは、その身に重き虎が一し。悪事千里というからは、どうで使命は木の空と、覚悟は兼ねて死に立つさは、しかし哀れは見ぬ知らぬ。念仏あげれば、南郷力丸。五つ連れ立つ狩金の五人男にかたどりて。暗に相違の顔ぶれは、誰知らなみの五人連れ。その名もとどろく雷の音に響きし、我々は千人余りのその中で刻印打った頭分、不定か補定か泥棒の腹は大きい気持ったわ。ならば手柄に絡めてみろ。何をこざるな。今日は一緒に身の割りと、覚悟はせしが一目でも逃れられねば生き延びん。イカ様命が物だねなれば、五人連れにてひとまずこの地を。いや、大勢連れでは人目に立つ。忠信、赤星両人はこれよりすぐに中山道、南郷、弁天両人は道をたがいて東海道、変死も早く落ち延びよ。して、またおかしらを。この身はやっぱり鎌倉の、うちに隠れて後より出立。そんならこれより右左、別れ別れに旅路へ出かけ、道中筋よ人働き、さつきを待って京都にて再び出会う五人男。待っておくんなせ。何のご用か存じませぬが、私も
待てと言ったら待ってくんなせ。待てとあるゆえ待ちましたが、して私へのご用とは。さあ、用というのは他でもね、浪人ながら侍が手を下げこなたへ無心、どうぞ貸してもらいたい。女子を捕らえお侍が貸せとおっしゃるその品は、濡れ手で泡の百両を。え、カゴに揺られてとろとろと一杯期限の初夢に、金と聞いては見逃せ。心は同じ盗人根性、去年の暮れから間が悪く、五十とまとまる仕事もなく、遊びの金にも困っていたが、なるほど世間は難しい。友禅入りの振り袖で人柄作りのお嬢さんが追い落としとは気がつかね。これから見ると俺なさ、ごぶさか行きに着流して小長い刀の落とし差し、ちょっと見るから往来の人も用心するこしらえ、金にならねえももっともだ。そんならおめえの用というのは、俺を貸してくれろとかい。こりゃ大きな当て違い。犬落としとも知らねえで大小を指していなさるゆえ、大方荒みの道試し、命の無心と思いのほか、お安い御用のはしたがね、お貸し申してあげたいが、凄みなセリフで渡されちゃお気の毒だが貸しにくい、まあ、お断り申しましょう。貸されぬ金なら借り命が、命も一緒にもらおうか。だがお主も定めて名のある盗っ人、無縁にするも不憫なゆえ、今日立ち火に七なのか、一本腹に線香は殺した俺が手向けてやるが、その俗名を名乗っておけ。名乗れとあるなら名乗ろうが、なら俺よりはそっちから七本刀を前書き記すその俗名を名乗るがいい。こりゃ俺が悪かった。人の名を聞くその時はまあこっちから名乗るが礼儀。ここがあだ名のお坊さん、小ゆすり語りぶったくり、押しの聞かねえ悪党も一年増しにこうつ、お坊吉佐藤肩書きの武家お構いのごろつきだ。してまたそっちの名は何と。問われて名乗るもおこがましいが、去年の春から坊主だの、やれ悪魔のと姿を変え、憎まれ口も聞いてみたが、聞かぬからしと悪党の凄みのないのは馬鹿げたもの。そこで今度は新しく八百屋お七と名を借りて、振り袖姿で稼ぐゆえ、お嬢吉佐と名に呼ばれ、世間の狭い食い詰め者さ。二人とも待った待った、どういうわけか知らねえが、止めに入った、待ってくだせ。ああ、見知らぬそちがいらぬ止めだて。怪我せぬうちに。のいたのいた。いやろかれ、二人の衆、厚かみなりも早すぎる、氷も溶けぬ空渡り、水にきらつく刀の稲妻、不気味な中へ飛び込むも、まだ近づけにはならねえが、顔は覚えの名うての吉さ。不気味な中へ飛び込むも、まだ近づけにはならねえが、顔は覚えのアウテロー吉さ。いかに血の気が多いとて、大神楽じゃあるべんし、初春早々剣の前、どっちに怪我があってもならねえ。今いついの二人は何も富士の大和より、劣らぬ筑波の山崎や、
高い同士の真ん中へ背伸びをして高島屋が見かねて止めに入ったはどうなることと、さっきからお城中様がお案じゆえ丸く納めにあだなさえ坊主上がりのお正吉さ。幸い今日は節分に争う心のおりわそと福は内輪の三人吉さ。福茶の豆や梅干しの遺恨の種を残さずに、小粒の山椒のこの俺に厄払いめくセリフだがさらりと預けてくんなせえ。そんならこなたが名の高い吉祥院の処刑上がりお正吉さであったるか。そう言われると面目ない。七回どころかほんのピーピー、目が吉祥院の味噌すりで伝長といった小坊主さ。賽銭箱からだんだんと指導金まで盗み出し、とうとう寺をなりむくり、ネズミ犬の駒を敷きせろ、アサギと代わりに三度は、もっそ飯まで食ってきたが、非常な悪事はしねえゆえ、神の慈悲で命は助かり、こうしているが何よりも楽しみ。休みのとがれとるるるなら仕方もねえが、己が命を捨てるは悪い条件。子細は後で聞こうから、不祥であろうが、この白羽、俺に預けて、引いてくだせえ。昨日までは盆休みであったほどに、今日からは精出して働こうではござんせぬか。働きたくばお前一人で働くがよい。トト様にも春彦殿にも褒められようぞ。私は嫌じゃ、嫌になった。私とお前とでは心が違う。妹のお前は今年18で春彦という男を持った。それに引き換え姉の私は二十歳という今日の今まで夫も定めず過ごしたわ。あたら一生を草の屋に住みはつまいと思えばこそ、職人風情の妻となって満足して暮らすお前らに私の心はわかるまいの。桂殿、職人風情とさも卑しいもののように言われたが、職人あまたある中に表作り師といえば世に恥ずかしからぬ職であろうぞ。何をうだうだ。何？ええ、騒がしい。静まらぬか。今日ももう来るるぞ。秋の夕風が身にしみるわ。娘たちは奥へ行って夕ままの支度、証の用意でもせえ。妹と違うて気がさの姉じゃ。何事もわしに免じて了見せ。あれを産んだ母親はその昔都の公家衆に奉公したもの。縁あってこの夜叉をとめよとになり東へ流れ下ったが、育ちが育ちとて気ぐらい高く職人風情に連れ添うて一生虚しく朽ち果つるを悔やみながらによう終わった。その腹を分けた姉妹、同じ種とは言いながら
姉は母の血を受けて公家かたぎ、妹は父の血を引いて職人かたぎ。そう承れば桂殿が日頃職人を癒しに嫌い、世に聞こえたる天井日とかゆんとりならでは夫に持たぬと誇られるも血は争われぬものでござりまするな。おお、取り紛れて忘れていた。これから大人の町まで行ってのみとさすがを受け取ってこねばなるまいか。今日はもう暮れました。いっそ明日にしなされては。いやいや、職人には大事な道具じゃ。一刻も早う取り寄せておこうぞ。おお、職人にはその心がけがのうてはならぬ。老け沼に行け行け。これこれ、将軍家の忍びじゃ。粗相があってはなりませぬぞ。思いもよらぬおなりとて何の儲けもござりませぬが、まずこれお通りくださりませ。して御用の趣は。問わずとも察しておろう。我が面体を後の形見に残さんと、頼家に似せたる表を作れと、姿までも使わしておいたるも、日を経るも出退せず、幾度か縁を申し立てて、今まで打ち継ぎしは何たることぞ。たかが表一つの細工、いかに丹精を凝らすとも百日所は費やすまい。仰せつけられしは当春の初め、すでに半年をも過ぎたるに、いまだ献上いたさるとはあまりのけたい。もはや猶予は相ならぬと、上様のご機嫌散々じゃぞ。世は生まれついての請求者、あまりに歯がゆう覚えるまま、この上は使いなど使わすこともようと、世が直々に催促に参った。おのれ、何故に細工を怠りおるか。司祭を言え、司祭を申せ。もったいなくも征夷大将軍、源氏の棟梁のお姿を刻めとあるは、食の誉れ、身の面目、いかでかなおざりに存じましょうや。これまで未熟ながらも腕限り今限りに夜昼となく打ちましても、意にかなうほどのもの一つもなく、心ならずも永遠に縁を重ねましたる次第。何とぞお察しくださりませ。最速の都度に同じこと。その申し訳は聞き合えたぞ。この上はただ縁とのみでは相手のまい。いつの頃までに出退するか、期日を定めてお詫びは申せ。その期日は申し上げられませぬ。左にのみを持ち、右に土を持てば表はたやすくなるものとおぼしめすか。家を作り、塔を組む万象難度とはこと変わりて、これは小なき荒木を削り、男、女、天人、夜叉、羅刹、ありとあらゆる善悪邪性の魂を打ち込む表作りし、五体にみなぎる聖力が両の飼いなにおのずから集まるとき、我が魂は流るるごとく蚊に通いて初めて表も作られまする。ただしそれは半月の後か、あるいは一年、二年の後か、我ながらしかとは分かりませぬ。これこれ、やしゃお殿、上様はご自身も仰せたいこと、至ってご請求でお会いします。ぬらりくらりと申し上げていた。ご完璧はいよいよ募ろうほど、こなたも職人妙、しかとご返事申すがよかろう。おのが心に染まぬ細工を世に残すのはいかにも無念じゃ。何、無念じゃと。さらばいかなる祟りを受けようとも、早急にはできぬというか。恐れながら早急には。
おのれ、覚悟せい。お待ちくださりませ。表はここに献上いたしました。何、表はすでに出退しておるか。偽りならぬ証拠、これご覧くださりませ。見事じゃ、よう打ったぞ。上様、恩か抜き写しじゃ。まことにまことに。その表は死んでおりまする。え、何事かと思うたに、修善寺へ用地とは鎌倉の打手か平家の残党か、これは良いならぬ大変じゃのう。あいにく春彦殿はあり合わさず、姉様は殿様に召されて修善寺へ。何としたことでございましょうな。我々がうろうろ立ち騒いだとて何の役にも立つまい。それじゃと言うて冬の戦に姉様を何となさりましょうか。もし逃げ惑うて過ちでも。いや、それも時の運じゃ、是非もない。姉にはまた姉の覚悟があろうよ。おお、春彦殿待ちかねました。寄せては鎌倉の北条方、しかも用事の相談を図らず木陰で立ち聞きして、その良しをご忠心申し上げようと修善寺まで駆けつけたが、前後の門は皆囲まれ、翼なければ入ることもかなわず、残念ながらおめおめ戻った。では姉様の安否も知れませぬか。姉様はさておいて、上様のご安否さえもまだわからぬ。何を言うにも多勢に無勢、勝負はお方知れてある。蒲殿といい、上様といい、いかなる因縁かこの修善寺には土の底まで源氏の血がしみるの。いや、誰やら表に。これ傷は明日をござりまするぞ。心を確かに持たせられい。殿、トト様はどこにじゃ。いや、侍衆と思いのほか姉様か。なんと娘か。して、この手は。上様お風呂を召さるる折から鎌倉勢が不意の夜打ち、女でこそあれこの桂もご奉公はじめのご奉公納めにこの表をつけてお身代わりをと、砂金ごより家これにありと、呼ばわり呼ばわりはせいずれば。さてはこの表で敵を欺き、ここまで逃げてまいったか。とはいうものの、浅ましいこのお姿、姉様死んでくださりまするな。いやいや、死んでも恨みはない。地図が伏せ屋でいたずらに百年千年生きたとて何になろう。たとえ半時一時でも将軍家のおそばに召し出され、
若さのつぼねという名をも賜るからは、これで出世の望みも可能だ。死んでも私は本望じゃ。大変じゃ大変じゃ、覚悟してください、覚悟してください。いや、ここにも手負いが。おう、桂殿、こなたもか。して、上様は。おいたわしや、ご最後じゃ。え、では、お身代わりの甲斐もなく。ついにやみやみ、ご最後か。これ、姉様、心は確かに。ノートト様、姉様が死にまするぞ。おう、姉は死ぬのか。姉は定めて本望であろう。父もまた本望じゃ。え、いくたび打ち直してもこの表に思想のありありと見えたるは、我拙なきにあらず、鈍きにあらず。源氏の将軍頼家卿が各愛なるべき御恩とは、今という今初めて悟った。神ならでは白示されぬ人の運命、まず我が策に現れしは、自然の官能、自然の妙、義芸真にいるとはこのことよ。伊豆の夜叉を我ながらあっぱれ、天が一じゃの。密かに千代コースによる歌舞伎ダイジェストをお送りいたしました。私たちはこの1年間、たくさんの方からのご支援、ご指導をいただき、多くのことを学ばせていただきました。この1年で得たものを生かし、これからさらに精進してまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻、またお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。本日は最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。